ダダン、ン、カティク今皆さんが見ているのはスローモーションではありません。早すぎて一周して遅く見えるだけです。やはりみなさんこんにちはみなビ,ビンでぃす。<laughs> 怒られちゃう編集。やはりみなさんこんにちはみなビ,ビンでぃす。 はい本日は怒られたこちらシクリアルのドーンですこちらをレビューしていきたいと思います、はい、ではひまじお願いしますあれだあれだ 自衛隊に教えてるあの方あの,あの方マジで特殊作戦軍教えてるから軍事機密握ってるから YouTube ね下手なこと言うとね防衛省かかららら潰されるからやばいらしいしすよ<ー>だって特殊作戦というか特殊作戦軍の存在言っちゃっていいのかなっていうのもあるんですけどななんとね日本で初めてね元特殊作戦軍の人ねあのモザイクっていうかあのモザイクボード使ってね声かえてね 出してたんですけど、YouTube、に <laughs> すげえなーと思ったんだけど、うん、特殊作戦群って一応日本ではないことになってると思うんですけど、うんうん、あの方特殊作戦群を教えてる人だからねだからなんかね YouTube でも教え公開できないカットだらけらしいよ公開できない技とかだって銃弾よけて相手倒しに行くとかそういう技術全部やってるから格闘技じゃないじゃん。うん 人殺す技じゃん。うん、あと身を守る技じゃん。だからね、なんかね、大変らしいっすよ。へぇたくチャンネル。へ、えー、そうなんだ。先生ね。先生ね。先生,ね先生。<う>えー、というわけで、シークリアルダウン。えー、こちら、リンソールさんからの提供でございます。ああ、リンソールさん。リンソールさんガンガン送ってくるんで こんな声ですいません。で、これいっぱいイヤピー入ってたんですけど、一番良かったのがセドナクリスタルだったんで、セドナクリスタルつけてます。で、えー、最初から4.4の、えー、バランスです、えー。で、こちら、スクエア、これあれなんですよ。すごいんですよ、これ。<ん>スクエア型のね、スクエア平面駆動型ドライバー搭載で、10ミリのダイナミックドライバーに、14ミリの角型平面ドライバーに、 ノールシャ製のバランスドアマチュア1発の3発入ってるハイブリッドなんですよ。で、ケーブルが 5N 銀ッキ単結晶銅ケーブルで、で、高品質の PU 複合樹脂とリチウムマグネシウム合金製の平面駆動振動板を使ってて、0 7 8ミリの2ピンです。はい。はい。というね、ハイブリッド。高級品なんですよ、これ。だってもうさ、うん この高級出てる<う>と、あ重い、<お>ちゃんと,ゃんとしかもただの平面駆動だけじゃなくてダイナミックドライバーに平面駆動にバランスドアマチュアが入ってるってすごいねすげえのが来たんでやりますがはいえーっとシャンリン M7 でいきますはいはいアップルミュージックアップル AAC ファイルで 聞いていきます、えー、ボリューム言ってくださいね。はいえー、原因はローにしてあるはず原因はローですね。はいというわけでブラックピンクさんで「ラブシックグ c g i お腹なってます。<laughs> ボリュームちょっと下げる。うん。 おーバランスいいおーいいね余韻も感じられやすいはいええー、左第3でスタンバイミースタンバイユーいやめっちゃ聞きやすいなうん わあ、定期もいい感じに聴かしてきてるし。はい。ワニマーさんで、ともに。うん。こうなんかボーカルがスーンと、スーンと入ってくる感じ。はい。えー、菅田正樹さ,さんで、間違い探し。 おいいね定期聞いてるから男性バラードぴったりです。はいホワイトスネークさんですうんああハードロックハードロックで全然聞き方が違うのがあのー、ふわってこうふわって。こうふわーって どんどん、ふわーってわかるこういう、こう来る感じ。ふわーって。バンドは、バンドは、ドンだったけど、ふわーって来る感じ、ハードロック。ちゃんとなんか、うおーって臨場感できる。はい。えー、綾瀬さんで、夜な出る目の。<laughs> これはもう安定して、<coughs> もうめちゃめちゃいいと思う。はい。 アニタベーカーさんで「ーブリング・ミー・ジョイ」おおうんいいねいいねしっとりまったりって感じで余韻もあるから合うはい「ゴールドプレイ BTS でマイ・ユニバース」 <coughs> おうん前に音がポーンって出てきていいねうんうん聞きやすいはいはい感想をどうぞもう私好みっていう音だった、うん、完全に低音多いからねうんでめちゃめちゃバランスいいし聞きやすいしすごい良かったこれは <laughs> え <laughs> これよかったほんと聴きやすいどのジャンルにも合うししっとりもハードロックもバンドも合うし、うん、いいねそれぞれ違った音が楽しめるって感じこれ聞こえ方がって感じです。ですかはいまあ一応ねまた視聴者増えてるんで断っておくと、うん、えー、<laughs> レビューは一般のプロじゃない方々レビュアーじゃない方々の意見も大事だということで素人代表でみやびがいます で、こちらは、どんしゃり好きで低音が好きです。で、まあ、後で補足しますけど、えー、この方は、バランスがいいって言った場合は、えー、普通より低音出てると思ってください。い確かに、えー、バランス悪いって言った場合は、低音が普通の時なので。 この人がバランスがいいって言った場合は低音は出てると思ってください必ず。確かにで。僕がバランスがいいって言った場合は低音出てないですから、うん、普通の低音の時なんで意見違うんで。うんうん、なのでわざと全然一般素人代表とプロがやってるのでそこで皆さんちゃんと判断してねっていうためにやっております。はい。で、僕のターンですね。うん、えーっと、音質いってきます。 えー、ハイ広域は伸びのある優しい広域で嫌な音を出しません。で解像度も十分でもう細かなハイハットとかライドシンバルの音も心地よく聞こえる上質な広域になっております。これは多分一発入ってるノール下製のバランスのアマチュアのおかげだと思うんですけど。でミッド中域はボーカルが近くて前に出てきていて豊富な低域にほら豊富な低域にっったでしょ。うん 豊富な低域に邪魔されることもなくて、ボーカルの表情がよくわかります。で、オケも伸びとか余韻も良くて、定位もいいので、各楽器の位置もきちんとわかりました。で、ロー低域は、もうほんと豊富な低域。これ確かね、えっとね、どこだろう。売ってるサイトでも英語で多分ね、定域すごいみたいなこと書いてあるんですけど、えー、定域。 豊富で重低音もきちんと出してきます。で沈み込みも十分でサブベースもミッドベースもいいです。で平面駆動っていうこともあってあのねアタック感とかキレだけでなくビートのスピード感もきちんとあります。でベースの重い疾走感も良かった。ベースがもう全然全然全然ってくるんで良、うん、<laughs> かったです。でまあサウンド的には弱ドンシャリで。 まあ、重低音まで出る、豊富で重厚な低域に支えられて、中高域がきちんとバランスされて広がるいいサウンドっていう感じのサウンドになっております。はい。で、まあ、ワンダイナミックドライバー 10mm、えー、で、14mm の角型平面ドライバー、アンドノール下製の 1BA っていう3ドライバーハイブリッドということで、音がばらつくかなーって聞く前は、 スペック見て思ったんですが、きちんと音まとまってて、つながりも良かったです。で、重低音をね、ほんと軽く出してくれるんで、あ忘れてたまた。いいや、もう受けつけて。これね、重低音をね、ほんとね、まあ、要は、平面ドライバーとダイナミックドライバー2発ついてるんで、低音がね、とても良くてですね、 えっと EDM 聞かせるの忘れました。えー、EDM 聞かせます。はい。今 EDM 聞かせてます。おうおーー。ああ。ああいいねー。これこれ。 これが欲しいこのぐらいのズドンとこのこの差が欲しい上下の差がはい。というわけでね<あ> EDM ダンスミュージックはねみやびが大好きな重低音からズドンズと上もちゃんとね、うん、出るからあの気に入ると思って聴かせなきゃいけなかったのを忘れていました。だわ これはみやびがね、好き系のね、ダンスミュージック弾くならこれだぜ。ただそれだけじゃなくて、R、R&B バラードはまったりと聞けるので。っていう感じで、EDM、ダンスミュージック、クラブミュージック、最高のビートを感じられます。はい。みやびがよく言う、心臓に来るみたいな。かましてます重低音出ます。なので、ハードロック、メタルも迫力あって、バランスよく楽しく聴けますで。で、R&B とかバラードは、 もう濃厚で重厚なサウンドなので、もう余韻も含めてとても良かったです。なので、感、え、触、ー、系、フラット系、中高域カリカリ系が好きな人にはおすすめ。絶対できません。で、まあ低音好きでボーカルもちゃんと出ていて余韻があって濃厚濃密な音が好きな人には絶賛おすすめのイヤホンです。 で、聴いていて疲れない濃厚サウンドなので、低域がきちんと下を支えている音で、いろいろなジャンルを楽しみたいなっていう人にもおすすめでございます。まあ、これ聴いていてね、まあ、宮城がどう思ったかわかんないですけど、僕が思ったんですけど、ヒモホンファーストに似ている系統の音なので、まあ、ヒモホンが好きな人も持ってて、運よく変えて、が、 ヒモホンが買えなかった人にはいいかもしれないなと思いました。はい。低域出てるんだけど、ちゃんと中高域も出てるうん、うん、ヒモホン系統の音なので、まあ、欲しかったけど買えなかった人も、こんな感じなのかなーで楽しめるので、うんうん、いいとは思いました。というわけで、はい。価格ですね。値段。え十、ー、10万あ。嘘です。びっくりした。さらっと言ってくるからびっくりしちゃった。 えー、シークリアルダウン。これね、またね、まだね、えっと、日本のアマゾンとかでは取り扱いないんですよ、ね。えー、リンソールさん、また日本に入れてくる前の送ってくれてるので、うん、ただ、11月11日の爆買いセールがあるので、ああそれもあって送ってきてくれてると思うんですが、えー、現状ですね、爆買いの前、はい、セールの前、179ドルです。なのでまた、えっ、ー、と、 148円をかけてください。まあ、その時の円安の。2万数千円だと思います。179ドルです。うんうん、なるので、まあ。いいの送ってくれたね、うんた。結構高いのが今回送られてきまして 2>, <laughs>、うん、2万円台のが送られてきまして。ただ、スリードライバーで2万円、2万6千円ぐらいかな。148円換算で。2>, うん、2万6千円ぐらいなんで。 で、4.4なので、まあ、いいかなという感じでございます。はい。はい、中華としては高級機に入ると思います。はい。ただ、中華も、えー、普通に50万、60万のイヤホン出してるメーカーいっぱいありますので。はい。えー、というわけで、シークリアルダウン179ドル。みやびさんは、買えますか買えませんか 買いまーす。<laughs> うん、え、これは買うでしょう。結構気に入った、だから私の一発目の反応でう、うえ、ってなったじゃん、その瞬間からもう、え、欲しいってなっ。まあまあ、提供なんで、別に、お持ち帰りも自由なの。え、もう、そこは、ね。最後え、じゃなくね、はい、言いますよ。いや、これは本当にね、もう、私がレビュー中に言いたいことがすべてでした。うん、マジでよかった。だか、イーディも聞けるっていうのも、でかいし。うん でも、その他の曲も、ちゃんと、その曲曲で、色を活かして、聞かしてくれるのも、でかかった。うん、っイヤピ外しとこ。<っ>この人持って帰るから、イヤピごと。<あっ> <laughs> バレた。これ、イヤピなんか、いっぱい入ってるんで。オッケー。大丈夫です。はい。はいまあ、そんな感じです。ではひも、ひまじ、シークリアルのダウン、こちら、売りますか、売りませんか。 売りまーせんま、2万6千ぐらいでこの音だったらもう、多分有名メーカー、ま、あこの間、三エビがね、買いませんって言った、アドバーとか、うんうん、メゼとかだったら、楽勝で10万超えてくるか、うんうん、2>, 2倍3倍の値段になってくるんで、うんうん、3ドライバーで平面駆動うん、うん、なのでコスパはすごいいいと思います。で、まあ、ヒひホンも、まあ、僕っていうか、僕の会社ね、 の利益をもし乗せて売っていたら、このイヤホンの倍近い価格になってたから、このイヤホンはコスパいいと思います。うん、ヒモコンも売ったら心と変わんないぐらいの値段に楽勝でなってたんで、<ー>3万超えてくるんで、うちの利益乗っけちゃうと。色合いもすごい素敵よね。だから利益ゼロにしたんでね、ヒモコンはうん、うん。声を大にしていますけど、利益ゼロにしてますね <laughs> いつもここそうだから。<laughs> 利益取ってないんで。 取っちゃうと三万超えちゃうんでもモんなのでね、まあコスパいいんでいいと思います。はい。というわけでリンソウルさんまたありがとうございました。ありがとうございました。ええ今回も勝利でございます。リンソウルさんいつも勝利してるね。でも多分自信があるからでしょう。多分自信あるから送ってきてるね。うん。そういうとこがいいんだよね。というわけで、はい。私はドラ。シュシュシュ。はいもう皆さんお分かりの通り。 今回、ガチャのイヤホン、お持ち帰りしまーす届き引っ張るは箱ごと、あとはあれ、開けてみ<あ>ケース入った <laughs> ケース。<laughs> ケース。ケース。なんか <laughs>、急に、<laughs> 事故です。むせた。<laughs> 変に焦ったから。<laughs> 変に焦ったから。<laughs> <laughs> 息吸ったら変になっちゃったすごい事故ってるけどちょっとじゃあ続けるえどれこれか大丈夫だよまったりいくねえあこのおケース入ってる本当にえ可愛くない今回 え、超可愛い,い持ち運び、に入れて帰った。え、これはでかいね。これで持ち運びしていきたいと思います。久しぶりになんかこういうまた優先形で、また違った音で気に入ったの出てき,きたから、すごかった。いいタイミングでした。ありがとうございます。 てううな感じで皆さん今日もこんな感じなので、ぜひね、なんか11月11日の参考にもしつつ、いろいろとね、あさってみてほしいなって思います。そんな感じで今日も終わります。ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあね。